い、なんだよその化け物は。リスナーに見せられないのは残念だけど、なかなかいいでしょ。ワイバーンに乗った革命家か面白いね。そいつらをまとめてひっ捕らえろ。二人ともこっちに飛び移って。無茶言うなよ。いいから早く行くぞ。革命団はこれより本拠地に帰還する。リスナーのみんな、これでよく分かったでしょ。マグナスターは罪もない人を連れ去り、その命を自分勝手に奪おうとしている。これからも私たち革命団は全力でマグナスターと戦うわ。この街、アステリアの未来のために。今夜の放送はここまで。番組の最後はお待ちかねの曲をお送りするわ。我が革命団の歌姫が歌うスタリカ、どうかこの歌があなたに届きますように。OK です。お疲れ様でした、プリム様。これにて本日の放送は終了です。トマ君、私ちゃんと歌えてたかな。もちろんですよ。今日も素晴らしい歌声でした。それならいいんだけど、やっぱり気になっちゃって。お姉ちゃんたち大丈夫かな。ミュゼ様たちのことはご心配には及びませんよ。さっきの実況を聞く限りうまくいってるようでしたし、きっとすぐに皆さん揃ってお戻りになられるはずです。うん、でもお姉ちゃんってすぐ調子に乗るところがあるから、変なことしてないといいんだけど。プリム様の心配の種はつきませんね。
帰りになられたみたいですよ。フェリムたったいまな、お姉ちゃん今日の歌も最高だったわ。さすが私の妹ね。もうあんたってどうしてそんなに歌がうまいの。その才能ちょっとはお姉ちゃんにも分けなさいよ。この子のもうお姉ちゃんってば、相変わらず褒めすぎ。プリムの歌を聴けばどんなバカでもイチコロよ。白神の救出劇に釣られて聞いた人を歌で虜にしてしまえれば。トマ、今日のリスナー数は？道具屋さんに聞かないと正確な数値は分かりませんけど、勢力系の動きを見る限り過去最高は間違いないと思いますよ。狙い通りの反応ね。でこそ大枚はたいてわーちゃんを連れてきた甲斐があったってもんよ。でも大丈夫かな、ワイバーンなんて飛ばしちゃって。お母様にバレたら。仕方ないじゃない、助け出すにはあれしかなかったんだから。あれ、そういえば一緒じゃないの。うん、カッスルが連れてっちゃったの。なんか気になることがあるんだとか。気になること？ふむふむ、なるほどなるほど、これは興味深いですね。どう思う、ソーニア？じゃなかった、プロメス。はい、間違いありません。これはデモンゲイザーの瞳。しかもデモンの魂を捉えているようです。やっぱりそうか。あの時デモンがこいつの目に吸い込まれるのを見たんだね。あっちの方はどうだ。あっちとは？とぼけんなよ。お前もこいつの様子が変だって気づいてんだろ。ああ、そのことですか。そちらは支配人様に相談すべきかと。だな。そうすりゃ何か思い出すかもしれねえし。よし、そこまで分かれば十分だ。助かったぜ、プロメス。あの、カッスル様、ご挨拶はしなくていいんでしょうか。そういうのは後回しでいい。とにかく支配人に報告しねえと。なるほど、残念です。せっかく名刺を作ってもらったのに。お前、それを使いたいだけだろ。記憶がないですって？ああ、自分の名前以外はきれいさっぱり忘れちまってるみたいだ。そんな、どうして？彼がもともと持っていた力を覚えていますか？うん、確か邪眼とかいう。はい、ごく一部の人間が生まれつき持つ呪われた視線。おそらく拉致された後、勢力によってその力を強化されたのだと思います。何のためにそんなことをしたのかはまだ分かりませんが、その時のショックで記憶を失ってしまったのではないかと。けれど
代償として魔眼を手に入れた。デモンゲイズ、カッスルが言ってたデモンを操る者の瞳ね。はい、その瞳の輝きこそ魔を見つめる者デモンゲイザーの証。デモンゲイザーはそこにデモンの魂を封じることができるのです。というわけなので、あとは支配人様にお任せします。本当に私にできるの？ミュゼ様にしかできません。わかった、そこまで言うなら試してみる。では、私たちはこれで。じゃあな、また後で話そうぜ。デモンゲイズの力、それに記憶喪失だなんて。お姉ちゃん、私たちこれからどうすれば？そうね、いろんなことがありすぎてなんだか混乱気味だけど、みんな無事に戻ってこられただけ、よしとしましょうよ。うん、そうだね。それと、まずは自己紹介からね。全部忘れちゃったのなら、はじめましてから始めないと。幼馴染に挨拶するなんて、なんだか変な感じがするけどね。私はミュゼ、このステラ座の支配人よ。私は妹のプリム。ステラ座では歌を歌ってるの。まあその辺のことはおいおい知ってもらうとして、今はプロメスに言われたことを試してみましょう。そうだね、デモンの魂を取り出さないと。うん、あなたも見たでしょ？デモンとは勢力によって生み出された人ならざる恐ろしい存在。マグナスターはデモンの力を使ってこの町を支配しているの。そしてあなたが手にしたのはデモンを操ることができる力。望んで得たものではないのは分かってるし、だけど力を貸してほしい。あなたと一緒ならどんな運命だってきっと変えられる。デモンゲイザー、その瞳で私たちを未来に導いて。革命の光をアステリアに。言ってよ。本当に心配したんだからね。